皆さんこんばんは。日本健康食育協会の柏原ゆき雄です、えー。今日は3回目のライブ配信ということで、えー、よろしくお願いいたしますいや。まだ慣れないので、ちょっとぎこちない感じなんですけれども、えー、今日はお米ちゃんと一緒にお送りしてまいります、えー。健康食育シニアマスターの玉木美穂さんが作ってくれたお米ちゃんです。よろしくお願いします。 <laughs> はい。えっ、ー、と、そうですね。今、同時に、Facebook の方でもライブ配信させていただいております。Facebook をご覧の皆様もよろしくお願いいたします。はい。えっ、ー、とですね。まあちょっと本題に入る前に、ウォーミングアップということで、えー、最近の 出来事についてなんですけれども、えー、今ですね、次の本を執筆中です。えー、予定では年内に出版できるかなっていうことで準備を着々としていたんですけれども、実はなんと書いていた原稿が消えてしまいました。<laughs> ショックです。これは。えー ほぼほぼ終盤だったんですけれども、えー、パソコンがバグりまして、えー、専門の方に見ていただいているんですけれども復旧できなそうな状態です。笑,笑うしかない。<laughs> はい、ということで年内の出版はなくなりました。<laughs> えー <laughs> まあ、そんな、えー、ことが 最近の出来事で、えー、先ほどパソコンを見ていただいて、あ、まだ、まだ決まっていません。え行、ー、の方は、今日、今、ちょっと専門の方にやっていただいていて、明日どうなるかなっていう感じなんですけど、ちょっとそんなわけで、年内はなくなりましたが、えー、近々出版をする予定でございます。えー、よろしくお願いします。えー、今度はですね、今書いてるテーマは、 あの、ビジネスマン向け、働く人たちの健康というのをテーマに書いております。そうですね、あの、ダイエットテーマではなく、えー、心と体が元気であることをテーマに書いています。で仕事のパフォーマンスを上げる、えー、ここが一つのテーマなんですけれども、仕事で成果を上げるためには、やっぱりこう、体調がいいと。 で、こう、やる気が出るっていう状態っていうのは気持ちが前向きであるっていうことがすごい大事だと思うんですけれども、そんなところをテーマに今書いております。最近、あの、お仕事としてもですね、いろんな企業さんとか健康保険組合さんとか労働組合さんなどから、えー、働く人の健康ということをテーマにした講演依頼がすごく多いんですね。で、やっぱり企業が今健康経営ということで、 え、こうね、社員が、働く人たちが、いかに元気で働いてくれるかっていうこと、考えるようになってきていまして、まあ、国もすごくそういったところを後押ししているという背景があります。まあ、そんな社会の流れの中で、実際、企業における社員の働く人たちの健康状態、健康のサポートってどんな状態かというと、実は、うん、あまりいい そうですね。結果が出てるという状態ではないのかなぁと、まあ。いろんな企業さんが試行錯誤していますけども、なかなかうまくいってないというのが現状です。で、そうですね。まあ、メタボとかも増えていて、生活習慣病の方、やっぱり年齢が上がるほどどんどん増えていくんですけども、まあ、その、ねか、体の健康というところと、もう一つは、メンタルですね。 え、うつ病もすごい増えていますけれども、心が元気じゃなくなって働けなくなる人、または働いてるけどあまりパフォーマンスが上がってない人っていうのが増えていまして、食事って心と体両方に同時にアプローチができるので、きちっと実行したならばとても効果的。私はまあ今まで20年ぐらい企業の健康というの分野にも関わってきて、やっぱりすごく 面白いほどに結果が出るなっていうのを実感してきているので、まあ、そんなところをちょっと今本にしようと思って書いております。で実際にそんな講演なんかをさせていただくと、すごい反響が大きくてですね。まあ、そんなところでも、私は常々お米、ご飯を食べようっていうことをひたすら言ってるんですけど、まあ、あの日本人であれば、 よほど極端なお食事をしてない限り、ご飯食べてない人っていないと思うんですよ。真、ま、ん中でご飯は、いや、お米食べてますよっていう方がやっぱり多いですね。ただ、このお米を食べてるっていう、ここがこう、難しさなんですけれども、ただ食べてちゃダメなんですよ。で、どんな風に食べてるのとか、何と組み合わせて食べてるのか。あとは、どのぐらいのタイミングで、量とかも含めて食べてるか。 あとはそうですね、食べ方っていうところにおいても、すごく違いが出てくるというところがあります。まあそんな、えー、お米の食べ方ちょっとこうね、まあわかりやすく食べ方っていうのをお伝えするとですね、なかなかの衝撃と言われて、えー、私からすると、いや、普通にご飯の食べ方をお伝えしてるだけで衝撃と言われる方がびっくりなんですけれども、まあそのぐらい今の日本では、 お米に対する何て言うんでしょうね付き合い方が変わってきてるんだなっていうのはすごく感じるところですでそんな企業さんであの社員の方たちが健康になるための食事のこうねアドバイスとかをずっとしてきてあの食事理想系するのって無理だって私の中ではあるんですよねお食事理想的にするのはなかなか難しいだってあの 仕事とか生活とかいろいろ忙しいじゃないですか。現代人はとても忙しくて、食事の優先順位そんなに高い人ばかりじゃないですよね。あの、私は個人的に、あの、食事の優先順位めちゃめちゃ高くて、あの、食べるの大好きだし、美味しくないもの食べたくないし、っていうことで、食事の優先順位すごい高いんですよね。 なんですけれども、まあ、世間一般的に言うと食事の優先順位そんなに高くない人の方が多いなって思っていて、食べるの好きな人は多いと思うんですけども、日常の日々の3食に関してはそこまでこう時間や手間やこう考えるということすらもかけたくないっていう人が多いなって思うんですね。まあ、そんな人が多い中で、それでもこう実践できる方法、 っていうので行き着いたのが、まあ、ご飯の食べ方というところなんですけれども、えー、それの中でもですね、一日、まあ、一般的には3食食べますよね。朝、昼、夜。で、3食食べる中で、どの食事が一番、そうですね、健康改善の時に効果的なのかなどこの食事にアプローチするのがいいのかなっていうのを長年こう、たくさんの方の食事を見ながら考えてきた結果ですね、一番影響が大きいのが、朝ご飯だったんですよ。 まあ、いろんなパターンで試してみていろんな方に実践していただいてどの食事を変えるのが全部変えられたら理想ですけどなかなかそこまでできないという場合に一番影響が大きいなっていうのはあのー、まあそうですね変えた時に結果が出やすい傾向があるのは朝ごはんだったんですね、まあ、そんなところで今日は朝ごはんをテーマに、えー、ライブをしていきたいなと思っております はい。えー、今、25人が視聴中ということで、ありがとうございます。はい。えー、コメントもありがとうございます。えー、ウオタロウさんですかこんばんは。えー、初見です。はじめまして。よろしくお願いします。えー、それから、カンナ、カンナアップさんこんばんは。ずっと柏原幸雄さんのライブ見たかったので、すごく嬉しいです。 そう思ってくださっていることがすごく嬉しいです。ありがとうございます。あ、ペロコさん、前回もありがとうございました。今,今日もよろしくお願いします。あのー、アクセスをしてくださった方は、できればコメント一言いただけるととても嬉しいです。えコメントいただいたら、えー、紹介していきますので、はい。あの、ライブの良さっていうのは、こう、双方向でこう、やりとりができるっていうところなのかなと。 思いますので、あの、ちょっとしたことでもコメントいただきましたら、ええー、嬉しいです。はい。ええー、それでは、ですね。あの、今、Facebook の方でもライブ配信をあしていたのは、ここからは YouTube の方だけにお送りしてまいりますので、ええー、よろしくお願いします。はい。それでは、今日の本題ですね。ええー、皆さん朝ごはん、 食べてますか、まあ、食べてる人が統計的には多いんですけど、何を食べてるかが問題だと思うんですよね。で世の中にはあの朝ごはんを食べない方がいいっていう考え方なんかもいろいろあって、まあ、これはですね、考え方いろいろあっていいって私は思ってるので、朝ごはんは絶対食べてくださいとか、絶対必要ですよとは思っていないんですね。 でその人それぞれのライフスタイルとか考え方がありますので、あの、そうですね。朝ごはん食べないよっていうスタイルがあってもいいんですけれども、それで体調とか特に問題がなく調子がいいよっていう人であれば、まあそれはそれでありなのかなとは思っています。あ、続々とコメントありがとうございます。鈴木千恵さん、ありがとうございます。 えー、あ、ピンクブルドックさん、前回に続きありがとうございます。お、百子さん、あ、お米ちゃんに気づいてくれましたかありがとうございます。はい。えー、私の相棒でございます。はい。えー、そうですね。朝ごはん。そうなんですよ。あのー、まあ、そもそもですね、朝ごはんを食べた方がいいのか、どうなのかっていう、こう、議論というか、あの、考え方が、 起こってくる大前提に、私いつも不思議に思うな朝お腹空いてないのかなっていう疑問なんですよね。皆さんどうですか朝起きた時、お腹空いてますか、えー、この、うん、お腹が空いてるのかどうなのかっていうことが実は私の中ですごい重要な要素なんですよ、えー。お腹が空いてたら、これはこうもう食べたらいいですよね。 お腹空いてるのに食べない、それを我慢するっていう方が、まあ、本来、生きていく本能に逆らっていることなので、なんですが、その朝ごはんを食べない人、食べなくてもいいやっていう人のほとんどは、朝お腹空いてないんですよ。まあ、食べてる人でも朝そんなに食欲ないとか、食べなくてもいいぐらいだっていう人がすごく多くてですね。うんそうですね。まあ、今 全体的に言うと、朝起きた時にお腹すいたって。朝ごはん何っていうぐらいの感じで目覚める人が少ないなーっていうのが、ちょっと残念なところですね。はい。まあ、私の考え方では、朝お腹が空いてない時点で、いや、結構体調子悪いんじゃないのってあの。基本的にですね、お腹が空くっていう現象は健康の証ですよ。皆さん、あの 体調悪い時とか病気になった時に食欲ないなとか食べたくないなっていうことありますよね。もうあの食欲があるということ自体が健康な証で、えー、これはもう一日一日でもう見ていただきたいんですよね。朝は一番わかりやすいですよ。朝お腹が空かない時点でちょっと要注意。はい。で、えー、これは毎食言えることですね。 はい。本来であれば、朝起きた時お腹空いてる。で、お昼もお腹が空いてお昼食べようってなって。夜は夜でお腹が空いて、今日の夜なんだろうっていうのが、まあ、健康的な体の状態ですね。お、ご太郎さん。朝食べないとお腹空きすぎてダメになります。ですよね。私もそうなんです。朝は基本的に、 お腹グーグーなってる状態で、あ、もう早く朝ごはん食べたいっていう風が、まあ、普通の状態ですね。なんですけれども、うーん、そうですね。やっぱりちょっと調子悪いなっていう日は、あれ、なんかあんまりお腹空いてないなっていう状態だったりするんですね。なので皆さん、まず、朝お腹が空いてないという場合には、そこから改善することですね。はい。 ペロコさんも、カナップさんも、朝から白米にはい、いいですね、いいですね。はい。お、高根さん、いらっしゃいませ。師匠と呼んでいただき、ありがとうございます。はい。あのー、そうなんですよ。朝、お腹が空いてるかどうかは、もうね、一番わかりやすい、本日の体調チェックというやつですね。はい。で、えー、この朝、もし食欲がない、 そんな人は、あのー、無理に食べない方がいいですね。なので、えー、朝ごはんを食べた方がいいのか、食べない方がいいのかっていう前提として、お腹が空いてるのは絶対食べるでしょう。選択肢としては。お腹が空いてない場合は、まずその、お腹が空いてないという状態の改善が必要ですね。で、食べたらもたれるとか、全然食欲がない時に無理に食べるのは、これは違うわけですよ。なので、 えー、朝ご飯食べてくださいねっておすすめする前提条件がお腹が空いてたらねっていうところなんですけど、空いてない人はその改善からやってください。はい。えー、さん。えー、こんばんは。先生の本1年前に読みました。食べて飲んでお腹から痩せる。素晴らしい本です。ありがとうございます。<laughs> 嬉しいです。 毎日3食雑穀米と具だくさんの味噌汁を食べています。でも体重は減りません。逆にちょっと太りました。でもずっと継続するつもりです。ほう。ありがとうございます。えー、継続しつつということは何かいい変化もあったっていうことですよね。えー、体重を減らすためですと、まあ、あのー、そうですね。食べ方の部分のバランスとかによっても だいぶ変わってくるので、おかずとのバランスが多分一番、うん、体重コントロールの上では重要になってくるポイントなんですけども、ちょっと本で、その、ご飯とおかずのバランスっていうのをもう一回確認してみていただけたら嬉しいなと思うんですが、今日のテーマは朝ごはんなんですね。はい、朝ごはんを食べてくれてる人が今コメントいただいてる方には多いんですけど、 そうですね。私もだい大体、まあ、私普段使ってるお茶碗が結構大きいので、大きなお茶碗にしっかり盛る一杯を家では食べていますが、あの、出張とかでビジネスホテルに行くと、置いてあるお茶碗結構ちっちゃくてですね、まあそういうちっちゃいお茶碗だと2杯か、2杯だとちょっと足んないなって言ってもう一回お借りって半分ぐらい、2杯半とか3杯近く食べたりするんですけれども、 そうなんです。あの、ちょっと前にフェイスブックにアップしたんですけど、あの、ビジネスホテルのご飯自分でこう、朝ビュッフェで盛るところに置いてあるちっちゃいお茶碗とちょっと大きな丼みたいのが置いてあったんですよね。ほとんどの人がお茶碗使ってて、いや、朝くてとんないなって思ったんで、私は大きな丼の方を使って食べました。はい。男性でもみんなお茶碗でお代わりしてる人もあまりないなっていう感じですね。 はい。お、なこなこ七色さん。はじめまして。これまで糖質制限してきたんですね。なんと、えー、ゆきおさんの動画や本を見るようになってから、ご飯を食べるようになりました。が、一つ気になっていることがあります。それは、血糖値。ご飯は GI 値高いかと思いますが、大丈夫なものなのでしょうか。そうですね。まあ、GI 値、心配する人も、 いらっしゃると思うんですけど、g i 値って一つの食品だけの話ではなく、えー、全体なんですよね。g i 値っていう数字を出すときは、一つ一つの食品で計算しているので、計算というか測定しているので、まあ、参考値ですね。だからこそ、何と組み合わせて食べるのかとか、あと一番影響が大きいのは、食べる速度。よく噛んで食べるかどうかっていうところの影響が大きいので、 うーんその一覧表で見ると確かにご飯 GI 値高くては大丈夫って心配になると思うんですけれどもあの私米だけ食べてって言っていませんのでご飯米は食べ方と組み合わせ方が大事ですよっていうところが重要なところですね今見てて思うのは食べ方悪い人がすごく多くてそれがこう血糖値が上がりやすいとか太りやすいっていうところにすごく影響しているところなのでちょっとですね コメントの、そういうね、数字的なとこだけで判断しないでほしいなっていうのがあります。あの、今、ご覧いただいている方で何か質問とかがあれば、ぜひコメントをください。はい。特に今日は朝ごはんがテーマですので、えー、朝ごはんに関するご質問などがあると嬉しいですね。はい。えー、そうですね。例えば、えー、今までこんなものを食べてて、 ご飯に変えたらこんな変化があったよなんていう、えー、朝ご飯を変えての変化とかがもしあったらそういったところも嬉しいですし、あとはこうね逆にご飯は食べてなくてこんな朝ご飯食べてるんだけどそんなこういうのどうなのっていうまあそんなご質問でもいいです。何か朝ご飯に関するねご質問。 来ると嬉しいなぁ、来ないかなぁっていう感じなんですけど、あ、ウォトさん、大戸屋大好きでよく利用しています。ありがとうございます。そうですね、えー大戸屋、私も大好きです、まあ。お仕事も一緒にさせていただいていますが、あの、本当にプライベートでもよく使わせていただくお店ですね。あの、では、ここで、朝ごはんを変えるのが、一番こう体質改善に効果的な理由というのがですね、あの、 朝起きた時が一日の中で言うと、まあ、起きてる時間帯で言うと朝が一番体温が低いんですね。で、この低い体温を早く上げること。一日起きて活動してるとだんだん体温って上がっていくものですけどもその体温の上昇スピードをこうグッと上げてくれるのが朝食、朝ごはんなんですよねで。この早く体温が上がるのか朝食べてないとじわじわ上がって お昼食べたあたりから上がり始めるっていうこのね起きてすぐぐー朝ごはん食べてぐーっと上がって高い状態でいくのかずっとこうね上がってってっていう状態なのかっていうのによって、えー、やっぱりですね全然違うんですよこれが一番大きな理由ですねはいあの一、ー、日のエネルギー消費量に大きな差がつきますでこれがあのー 体質改善の基本はですねエネルギー消費のパターンを変えることなんですよなので朝をこう食べるのか食べないのかすごく大きいですしあとはご飯と味噌汁をおすすめしている一番の理由はいろんな朝食のパターンの中で体温の上がり方が早いんですよね早いし長持ちするっていうのがあります、まあ、そんなところで、えー、一つのポイントとしては、えー、朝 早く体温を上げて、で、えー、エネルギー代謝を変えるっていうことなんですね。あ、川端さん、こんばんは。よろしくお願いします。まあ、そんな朝ごはんの魅力、その一。それは、体温をぐっと上げるというところです。これから、朝寒いじゃないですか。もう寒いと、こうね、朝体温下がってますし、あの、布団から出たくないみたいな、そんな時もですね。 朝、あったかいご飯と味噌汁をよく噛んで食べたら、もう、ポカポカですよ、朝。はい。まあ、そんな、えー、体の、うん、体温の状態を変えることはすごい大きいですね。はい。お、神田さん、こんばんは。 えー、ゆきお先生、こんばんは。朝食をご飯に変えてから朝ポカポカしてます。でしょそうなんですよ。私自分がものすごい冷え症低体温だったんで、もうここから大きな違いですねで。まあ夏場はちょっと感じにくいかもしれないんですけども、これからの季節、この違いがすごく大きいです。で、あのー、そうですね。まず一つ目がその体温の変化っていうことですね。はい。 まあこんなとこは一番実感もしやすいところかなと思います。はい。えー、かおり小野さん。何十年と目のクマが治りません。食事で治せますか、うん、そうですね。まあ、ここも私はあの昔のあだ名がマ子ですからね。えー、目の下真っ黒真っ青だったんで私あのちょっとこう、もともと 形、目の形というか、顔の形状として、目の下ぷくっとしてるんですよね。ここが。人よりもこう、ぽっこりしてるんで、すごいここが青いと目立つんですよ。で、なんか疲れたように見えるし、老けて見えるし、なんかこう、具合悪そうに見えるというところが、本当にですね、目の下がひどかった。なので、化粧で隠すことに、ものすごいこう、あの、頑張って、 え、いろんなファンデーションとかコンシーラーで隠していたんですけども、今、何もやってないです。はい。えー、まああの、ちょっとこう、ぽっこりしてるんで影ができやすいんですけど、なのであの、下から照明 <laughs> 当てようかな、みたいな感じですけれども、えっ、ー、と、熊、いわゆる青ざめた感じではなくなりました。はい。これはですね、一番目の下に影響してるのは、冷えなんですよね。体の冷え。 えー、冷えていて血液の循環が悪いとすごくこういったところに、あの、青くなりますね。で、あと、えっ、ー、と、目の下のクマがひどい人って唇の色も悪いんじゃないかなと思うんですよ。唇がちょっとこう青ざめた感じ血色悪いという感じですね。昔私あのクマ子ちゃんと呼ばれていた当時はですね、あの、高校生ぐらいから熊がひどかったんですけど、 色付きのリップとか、口紅を常に塗らないと、もう本当に青ざめてて具合悪そうな感じだったんですけども、今はちょっと、あの、あのライブで映るということで、ちょっと、あの、口紅塗っていますが、さすがに。はい。普段私ほとんど口紅今塗んないです。ほぼほぼ、あの、そのままいても具合悪そうに見えないっていうのは、あの、そういった、うん、血色の部分ですね。どうでしょう あかおりさん、冷えとか自覚ありますか冷えとか低体温だったりとか、えー、もしよかったらコメントください。はい、お、高橋美紀先生、こんばんは、えー。お米ちゃん、そうなんです。今日から相棒が登場しております。はい、私もご飯の量増やしてポカポカしてます。ですよね。えー 高橋美希ちゃんもすごい体質が変わった一人で。私はあの実際実践してくれて、えー、こんな風に変わった、こんな風に良くなったっていうことを聞くのがもう最高に嬉しいです。いろんな人の体験談を聞くのが大好きです。まあそれでご飯改めてすごいなっていつも思っているんですけれども、はい。あ、なこなこなないさん、えー。ご質問に答えていただきありがとうございました。バランスの良い食事。 そうですね。このバランスって言葉がまた、あのー、難しいやつで、わかりにくいですよね。バランスのいい食事って。まあ、そんなところで私は、あの、バランスを表す方法を、こう、試行錯誤して、どうやって伝えようかなって言ったときに、あのー、食事のバランス、野菜が何グラムとかおかず何品とかいろいろありますけども、結果が出てる人たちはご飯が主体だったっていうところから、ご飯とおかずのバランスっていうのを、 やってたんですね。はい。まあ、これもですね、あの、実体験がありまして、あのー、私、あの、バツ、バツイチなんですけど、知ってる人は知ってると思うんですけど、あのー、昔の前の旦那さんがですね、あのー、こう一緒に食事をしてたんですけど、同じ食事してるのに、私は、あのーえ、ご飯とおかず作って食べてて、私別に太らないのに、旦那さんが、 どどんどん太ってったわけですよこれはやばいと私の手料理で旦那さんがしかもお腹がどんどん出てくるという現象がありましてなんでなんだ何が違うんだろうって思ったら私はあのー、ご飯をしっかりにおかずを食べてた旦那さんはご飯も食べてるんですけどおかず、ね、2人分で作ったおかずの、まああのー、大部分を向こうが食べてたっていう。 あご飯とおかずのバランスの違いかっていうのが一番最初の気づきですね、はいで。そこからいろんな方の食事を検証していくとやっぱりですねおかずが多いと太るっていうここに行き着いてで当時あの企業で食事の分析をしていたんですけどやっぱりですねメタボで来る人たちおかず割合高いなっていうのが傾向としてあったところから、はい、この今の6対4のバランスっていうところに行っています。 はい。えー、カンナアップさん。最近2日に1回ぐらい朝に1時間ほどウォーキングをしているのですが、ウォーキング前の食事ってどのぐらい取ったらいいかそうですね。朝運動する場合、食事との関係性ってちょっと難しいですよね。あのー、まあ、動く前に食べると、ちょっとこう消化不良で、あのー、っていうこともあるので、 ですけども、朝起きた時に、体の中はもうエネルギー枯渇状態なんですよ。血糖値も下がってるんですね。でそのまま、で、体温も下がっていますよね。そのままの状態で運動をしても消費が上がらないんですね。だって、あの、燃料ないとこに燃やしようがない。そんな感じ。なので、何かしら、えー、血糖値が上がるようなもの、糖質系、エネルギーが入ってくるようなものを少し取って、 ウォーキング行かれるのをおすすめします。ただ、うん、とあまり消化の負担があるものだと、ちょっとこう消化不良になるかもしれないっていう心配があるので、まあ、そういう場合は軽めのものですね。まあ、飲み物だけでも、飲み物的な液体系だけでもいいですし、あとはフルーツとか、まあ、そういうそんなに消化の負担にならないものを軽く食べて、ウォーキングされて、でえーと まあ余裕があれば、その後お風呂に入って、まあシャワーでもいいけどお風呂がいいですね。できれば。で、体を温めてちょっとこう、さっと、えー、さっぱりしたところで朝ごはんを食べていただくと、朝ごはん、ご飯と味噌汁、そこで食べると、もう一気に体温があって、ポカポカ、あ体がポカポカになりますので、はい。で、あの、歩いた後の、もう、 運動ってその時の消費ですけどその後も少し消費って続きますのでその後食べたところでギュッと上がると、えー、効果的なんじゃないかなと思いますのでちょっとやってみてください空腹のまま運動するのは、えー、消費しにくい状態になっちゃうのでもったいないっていそんなところですねはいえー、あかおりさんさっきの質問に答えていただきありがとうございます目の下のクマねえー、冷えがある 唇に限らず肌は乾乾燥燥してますもそうなんですよね私昔はもう本当に唇ピリピリピリぴリ剥が <laughs> れてましたし冬場は顔は小拭き芋状態すごい乾燥がひどかったんですけれども、えー、冷えがなくなって、えー、ご飯で体,体の水分量が上がるとこの辺だいぶ変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。 私の実体験としての、あの、まあ、熊と乾燥肌の改善は、まあ、ご飯で劇的に変わったというのが私の体験ですけども、まあ、そこからいろんな方にやっていただいて、やっぱり改善する人多いですね。まず、冷えない体づくり。それのためにもですね、朝ごはんすごい大事です。えー、3食の中で朝しっかり体温を上げられるかどうかっていうことですね。はい。魚太郎さん。 えー、好きな銘柄米は何ですか新潟出身ですかいいですね。お米が美味しい場所で。えー、新潟といえば、えー、今、新之助というお米が、こうね、新潟県絶賛売り出し中というお米ですね。あのー、そう、新之助私も食べますね。美味しいですね、あれ。うん、結構お米の粒がしっかりしてて、美味しいなって思います。 まああのコシヒカリ系がね圧倒的に新潟も多いと思うんですけど私はあの今コシヒカリ以外のお米の方が最近は多いですねしんの之助もよく食べてますけどもあとよく食べてるのは青天の霹靂とかもよく食べてますね最近はい私あの仕事柄お米の関係の方とよくお会いするのであのー、結構そういう、えー、ご縁があったとこのお米 は、あの、買って食べたりしますね。滋賀県の水鏡っていうお米も美味しかったですね。あって言ってると全部言ってくれって怒られそうなんですけど、えー、福井県のいちほまれも好きですし、えー、栃木県の那須ひかりも美味しいですよ。あの、キリがない。えー、今出なかったところすいません。あの、みんな基本お米美味しいんですけども、えー、ポイントはいろんなの食べて自分の好みに合うのを探してみていただきたいなって思いますね。 はい。あ、石巻さん、こんばんは。ありがとうございます。お、私もご飯をしっかり食べるようでポカポカです。ですよね。この体のあったかい幸せ感、もう本当に違うなって思います。はい。あ、鈴木千恵さん、質問です。シミを気にしている友達がいます。朝、あまり食べない方が良い食材はありますかなるほど。シミと朝食 うん、直結はしにくいですけど、まあ、シミってあ、私ですね、シミもすごい多かったんですよ。今あんまり気にならないくなったんですけど、えー、一つ、シミがどれぐらい消えるかどうかっていうのはなかなか難しいところでもあるんですが、シミが目立つかどうかっていうところで言うと、お肌の乾燥があると、えー、くすみとともにシミは目立つんですよ。 あのー、水分量が多いと、あのー、なんでしょう。光が通りやすくて反射すると、お肌ってツヤっと潤って見えるし、シミとかくすみが目立ちにくくなりますね。なので、シミが気になる方におすすめなのは、お肌の水分量を上げることですね。それでご飯を食べると水分量、本当上がるんでやってみてほしいですね。はい。 カンナップさん、ずっとウォーキング前の食事が気になっていたので、質問にお答えいただきありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。あ、さっき言い忘れましたけど、あの、冷たいものじゃない方が、あの、フルーツとか冷たいのしょうがないんですけど、ちょっとあったかい飲み物、あの、白湯とか、あの、熱々じゃなくてもいいんですけど、ちょっとあったかいものは入れるといいんじゃないかなと思います。あの、もし可能であれば、ウォーキング前に、 あったかいお味噌汁だけちょっと軽く食べていくなんていうのもおすすめかなと思います。あの、胃が温まるといいですね。はい。劇団囲碁さん。朝ご飯と味噌汁をしばらく食べたら顔の周りのカサカサが少なくなりました。関係ありますかあります。大ありです。はい。まず乾燥しにくくなるっていうのがありますね。はい。 朝、ご飯、味噌汁生活していただき、ありがとうございます。はい。あ、う太郎さん、さっきの、しんのすけ。美味しいですよね。はい。そうそうそう。えー、しんのすけはですね、あの、お米屋さん中心で販売されているんですね。町のお米屋さんとか。なんですけど、最近、伊東洋華堂にも売ってたんで、ほっと思って、えー、買いました。はい。 えー、かさん、朝飯の時に、し白湯し、えー、そうですね、えー、飲むのは効果ありますかそうですね、朝ごはんの前がおすすめですかね。えっ、ー、と、朝起きたての空腹の時に、あのーまあ、湯冷ましのお湯、白湯、白湯とか。はい、そういうのはおすすめです。はい。はい。 で、えー、ピンクブルドックさん、朝ごはんにご飯と味噌汁をしっかり食べていますが、体に良いと言われる、うーん、お同じ質問ですね。はい。えーとですね、そうなんです。えー、朝起きたてのところで、えー、ちょっとこう、白湯とか飲んでいただくのはいいかなって思いますね。はい。 えー、続々とコメントをいただき、ありがとうございます。カンナープさん、朝も、もともと食べなかったし、すごく冷え症だったのですが、白米と味噌汁を食べ始めてから、本当に冷え症が治って驚いてます。ああ、おめでとうございます。味噌も冷蔵庫に3種類入っているのですが、おすすめの味噌とかありますかそうですね、味噌3種類、いい感じです。あの、味噌も、種類で、 あのタイプが違うものを揃えて楽しむっていうのがおすすめですね。はい。あのー、私はいつも、えっ、ー、とー、麦味噌1種類と、あとは、えっ、ー、とー、米味噌。普通の田舎味噌とかですね。茶色いやつ。と、あとは、えっ、ー、と、赤味噌。はい。大豆の豆味噌っていうやつですね。それと、白味噌あよ。4種類ですね。だいたいそのぐらいをラインナップしています。 で、その、それぞれの種類は、その都度、いろんなのを試しているので、ローテーションしてます。はい。そんな感じで、はい。ここでちょっとお知らせがございます。はい。えー、ちょっとお米ちゃん、あの、ずれます。はい。ずいずいずいっと。えー、今日はですね、あのー、私が少しお手伝いをしております、えー、コクさんから、 プレゼントをいただいております。えー、今日ご覧いただいている、えー、方。ライブで見ていただいている方。はい。あの、これ後でまた動画で配信させていただくんですが、ライブ、今、リアルタイムで見ている方、限定で、えー、このプレゼント。はい。抽選で1名様だそうです。はい。ちょっと内容を紹介しますと、えー、私が開発、 関わった、えー、柔らか分け玄米という、はい、玄米です。これ普通の玄米とちょっと違いまして、えー、お米が成熟する前のちょっと小さい未成熟のお米なんで、ちょっと緑色しています。えー、この柔らか分け玄米、えっ、ー、と、普通の玄米とちょっと違って、えー、小粒で若いお米なので柔らかいんですよね。 なので、白米と同じように、えー、簡単に炊けて、浸水も、まあ、おこ白米と同じぐらいすれば OK ですし、えー、甘みがあって、私は結構好きです。でも、私は普段日常には白米をベースで食べてるんですけども、これはあの、ちょっと、えー、外食続いて便秘気味になったなとか、便の調子が良くないなとか、あとやっぱりちょっとこう、お腹周り太っ、 ぽよっとしてきたなっていう時のデトックスよりよく使ってます。はい。あと、えー、雑穀ですね。こちらは、5、えー、穀の体質改善ブレンドというもので、見た目は白い雑穀なんで、白米と一緒に炊くとほとんど、えー、白米っぽい感じになるんですけども、うん、私は日常に一番よく食べてるのはこの体質改善ブレンドです。これを白米に1合に大さじ 2、3枚入れてます。はい。で、えー、こっちが日常で私はよく使ってるやつですね。これ2つですね。それと、えー、これ、チョコレートです。はい。えー、っとですね、カカオポリフェノールがすごく豊富なベルギーのチョコレートです。はい。で、えー、っとですね、これが5袋入ってますね。はい。これですね、先ほどちょっと 質問にありましたけど、GI 値が上がらない、えー、GI、低 GI 値の、えー、チョコレートです。で、であの、これ、バクバク食べるチョコレートではなくて、あのー、ちょっと小腹が空いた時に何粒か食べると、あのー、すごく血糖値が上がらないまま満足度が出たりとか、食事、すっごいお腹空いてる時に食べると、早食いになって食べ過ぎたりとか、あと、一気に血糖値が 普通の食事だと上がっちゃうと、やっぱちょっと太りやすいっていうことがあるんですけど、そういう時なんかは食前に何粒か、2、3粒食べていただいて、えー、ちょっと実際にはちっちゃいこんな、えー、キューブ型なんですけども、はい。えー、なこの中のチョコレートはベルギーの、あのー、 名前を言うと誰もが知ってるのは有名なチョコレートの会社も使ってるのと同じ、えー、カカオを使ってるというやつ。はい。チョコレートとして美味しいのでおすすめです。はい。まあ、こんな一式、えー、1万円相当だそうです。なんと太っ腹な。はい。えっ、ー、とですね。コメント欄にこの応募先のリンクを、が入るそうなので、そこからアクセスしていただいて、抽選で1名の方。 はい。です。はい。ということで、お知らせでした。これちょっと待ちに行っていただいて。はい。お米ちゃん戻ります。はい。というところなんですけれども。はい。あ、コメントいろいろいただいております。はい。えー、泡の娘さん。 初めてコメントさせていただきます。柏原先生の著書を読ませていただき、ご飯の大切さに気づきました。よかったです。はい。まだまだ、わごわな部分もありますかそうですか。それはぜひ、怖いとこを払拭していただけると嬉しいですね。以前に比べてだいぶお米に対する意識が変わりました。よかった。はい。で朝に朝食にご飯を食べるようになり、本当に疲れにくくなりました。質問ですが、 毎日朝食に果物を食べているのですが、良いでしょうか朝の果物は金という話を聞くのですが、そうですね。果物についての考え方は、これまたなかなか難しい。私、本とかにもあんまり果物のこと書いてないと思うんですけれども、そうですね。まあ、確かに、えー、朝、果物はいいよって、 いうのもありますが、一つですね、最近の日本で売っているフルーツって、すごい甘いの多いですよね。糖度が高いフルーツがすごく多いのが、私はちょっとこう気になるところで、糖度の高いフルーツ、特に高級なものほどもう甘いですよね。あの辺は私の中では、フルーツというよりデザートなんですね。えっ、ー、と、スイーツと一緒。なので、まあ、おやつかな、みたいな感じ。 で、あの、季節のフルーツいただいた時とかには、まあ、あの美味しく食べるんですけど、日常には私、そんなにたくさんフルーツを取らないです。フルーツも本当にちょっと楽しむぐらいなので、食べるのいいと思うんですけども、あの、食べ過ぎないようにするっていう感じですかね。で、甘すぎるフルーツは特に食べ過ぎないように。 例えばこれからの時期だとみかんが美味しいですよねみかんも、まあ、あのちょっと昔ながらの酸味もあるみかん私はこの酸味と甘さのバランスがいいみかんが好きなんですけど普通に買うと甘いみかんが多いですね、まあ、そんな、えー、種類によっても違うのかなというところがありますはーい淡、えー、の娘さん その、お米に対する、わがわな部分、またちょっと心配だなっていう部分、どのあたりにあるのかなっていうのが、はい。もしよかったら、えー、質問していただければと思います。はい。えー、よしのりさん。雑穀米とくだくさ味噌汁をずっと継続する理由は、体重は少し増えても、見た目はあまり変わらないからです。そう。体重じゃないんです。よかった。 お腹は以前から少し出ていますが、体重が増えた今も見た目太ったという感じはありません。そうなんです。多分、体の質、確保密度が良くなったのだと思います、うんうん。おかずの量を少し減らし、ご飯の割合をアップさせます。朝食は毎日しっかりご飯を食べて、しっかり出しています。お、いいですね、いいですね。はい、ちょうどコメントいただいたところなので、あのー、そう、先ほど、 朝食、朝ごはんの効果、一つ目として体温アップ、すごいこうエネルギー消費のパ,パターンを変えてくれるよっていうのをお伝えしたんですけど、二つ目は、ここ、便通の改善ですね。はい。やっぱりですね、もう、あの、よく朝食べない方がいいよっていう話の時に、朝は排出の時間だから入れない方がいいっていう話があるんですね。まあ、東洋的な考え方として、そんな発想もあるんですけれども、 でも圧倒的にもうシンプルに物の移動として考えましょうっていうのが私の提案であの、まあ、胃に入っている食べ物は34時間で空っぽになって腸の方に行っていますので、まあ、腸の長い旅をしているところの食べ物が、まあ、早く出るかどうかの違いは単純に次の食べ物入ってきたら押し出される押し出し方式ですね。で 朝、基本的に前の日の夜の食事はすでにもう腸の下の方に行っていますのでそこで溜まってるわけですよ。で、えー、朝ご飯を食べて胃を動かすと胃と連動して腸も一緒に全動運動伝わっていくわけですね。そうするとやっぱり次の食べ物入ってきて動いて全胴で押し出していくとやっぱり出やすくなりますね。はい。なので 基本、この、えー、胃腸をしっかり動かして、排出力を高めるっていうことが朝ごはんの効果、その2ですね。はい。まあ、そんなところがすごく大きいです。で、そうですね、コメントいただいた中で、はい。体重が増えても見た目が変わらない。これはですね、間違いなく体の密度が上がってるんですよ。 で、えっ、ー、と、例えばトレーニングとかした時もそうなんですけども筋トレすると筋肉増えますね。で、運動して体脂肪が落ちると思います。筋肉が増えて体脂肪が落ちると体重って変わんないんですよね。それどころか筋肉の方が重いからもしかするとね、ちょっと体重が増えたりすることもあるかもしれない。体重の変動って何が増えたか減ったかっていうことがすごく大きいわけですよ。 ま、そんなところで、うん、ご飯を食べたとき、ええー、これね、すごい面白いんですけど、運動量増やしてなくても、筋肉量増える方が多いんですよ。で、その筋肉量が増えたときには、ちょっと体重が重くなったように見えますし、でも筋肉増えたときって、そんな、あの、マッチョマンみたいにムキムキっとなるわけではないので、あの、見た目は変わんないわけですね。 であともう一つは、一番大きな体重が増える要因としては、あのー、ご飯を食べて糖質が入ってきますね。この糖質、えー、エネルギーとして使われていくわけですけど、もし余った場合、これは体脂肪にならず、筋肉と肝臓の中にグリコーゲンという形で蓄えるわけですよ。でここも体脂肪になると思っている人が多いんですけど、体脂肪じゃなくグリコーゲンになるんですね。でこのグリコーゲンが、 筋肉と肝臓にこう溜め込まれている時に水の分子も一緒に掴んでいくんでそれなので体内の水分量がぐっと上がるんですよ。それが体、お肌とかが潤うっていう一つの背景なんですけれどもあの、それによって、うん、と体の水分量が上がるとこれ体重もちょっと増えたように見えるっていうそんなところがあります。逆に糖質制限すると 短期的にスッと体重が2キロぐらいは軽く落ちる人が多いんですけども、それは体の中にグリコーゲンと一緒に溜まってた水が抜けていくからなんですね。これは、あの、むくんでる時の水が溜まってるのとちょっと違うんですよ。むくみは細胞の間に余計な水分が溜まってるわけですけど、えっと、グリコーゲンと一緒に水分が溜まってるのは、ちゃんとこれ、蓄えられて、細胞のとこにこう、中に入っているわけですね。 ま、そんな違い。体重の変動は、えー、水分の出入り、あとは筋肉量の変化、こういったところが大きいですよ、と。なので、単純に増えたことを心配しないでねっていうのが、ご飯食べた時の変化です。はい。えー、ウォタロウさん、私は若元前プログラムで体重を増えましたが、ウエストマイナス6センチでびっくりでした。やったーそうなんです。えー、体重が増えたって、 重さが増えたのはおそらく筋肉とか水分量で、水分増えたのは潤ったっていう表現ですね。はい。で、余計な内臓脂肪とかが落ちるとウエスト引っ込みますね。お米に感謝です。本当ですね。新潟で良かったですね。羨ましいです。はい。 えー、鈴木千恵さん、シみの件を書いてありがとうございます。やっぱりご飯とお味噌汁を勧めて正解ですね。はい。私はそれですごく変わったので、えー、ぜひやってみてほしいです。はい。そして、はい。鈴木千恵さん、1日2合食べられるようになったら、アトピー肌もかなり落ち着きました。おー。 すごいですね。ありがとうございます。嬉しい。そうなんですよ。アトピー自体が治るっていうのはなかなか難しいんですけれども、やっぱり症状が落ち着けば全然違いますよね。その辛さっていうのが。で、一つは腸内環境の改善で免疫力とか変わってきたっていうのもあると思いますし、あとですね、ご飯で お肌の水分量が上がると乾燥しなくなると、これ外からの刺激が、こうね、水分で、えー、こう刺激を受けにくくなる。バリアが離れるわけですね。それによって刺激が、う刺激を受けにくくなると、マートピーの症状っていうのは出にくくなると思います。はい。あ、先ほどの、えー、今日のプレゼントの応募期限は今日の夜22時まで。 だそうです、はい、おメコさんこんばんは以前から一日3食ご飯を食べていますが冷え性改善のために最近ご飯の量を増やしてよく噛むようにしています手がとても冷たいのでポカポカになりたいですなるほど一日3食食べていたのに冷え性だったそうですねご飯の量どのぐらい食べてたのかな、はいあのー そうですね。ご飯食べてても、あとはおかずとのバランスとかもあるかなと思います。私は、まずおすすめしてのは一つの目標量としては1日2合なので、まあ、1回の食事、普通のお茶碗だとちょっと大盛りにするか、お代わりするかっていうぐらいの感覚なんですけれども、うん。あのー、あ、冷え性におすすめの雑穀があれば教えてくださいと。はい。えっ、ー、とですね。 ヒーシのおすすめの雑穀ですと、えっ、ー、と、もう名前がそのままなんです。ヒエっていう雑穀ですね。ヒエは体のヒエを、あのー、改善するという言われている雑穀なんですけど、ヒエだけで食べると美味しくないんですよ。あんまり。で、えー、ブレンドしたものを食べるのがおすすめですね。はい。で、雑穀はいくつか組み合わせると相乗効果で、はい。 効果が期待できるので、ちょっとですね、うん。えー、先ほどご紹介した、えー、五国の体質改善というのは、そういう冷えも含めた土台の体質を改善することを目指したブレンドなんで、もしよかったら、えー、体質改善ブレンドをちょっとこう食べてみていただくといいかなと思います。で、もうちょっと冷えの改善効果が欲しいと思ったら、そこに冷えという、ややこしいですね。冷えを感じたら、冷えですね、冷え。 はい、雑穀の冷えをプラスしてトッピングしてみていただくと、はい。それで改善したってお声は何人か聞いていますので、やってみてください。はい。あ、お米ちゃんかわいい。ありがとう。<laughs> はい。えー、そして、かおりさん、実際サプリメントの効果はどれくらいあるのでしょうかうん。なかなか難しい質問ですが、何をもって効果があるかっていうふうに、 見るかですね。はい。で、あとは、どのぐらいの期間で見るかっていうのもあると思います。うん、例えば、肌荒れとかだと、飲んで、うん、自分に合ってるものだったら、結構すぐ体感する人はいると思うんですけれども、それ飲み続けて綺麗な肌になるかっていうと、そうではないんですよね。はい。サプリメント、ね、まあ私は、 全食でサプリメントの研究をずっとしていて、結果、サプリメントではなく食事の方が効果的だっていうふうに行き着いたので、あの、サプリメント、否定ではありませんけど、取りすぎない方がいいかなっていうところですね。できれば、まず食事の方で改善をする。で、サプリメントとかは、どうしても食事でうまくいかない時の補助的になんですけど、たくさん飲まないことと、 な、長く飲み続けないこと。この二つをちょっとね、意識してみてください。はい。えー、近藤よしみさん。ちょっと暴飲暴食をしてしまい、体重が増えてしまいました。お米食べながらのいいリセット方法はどうやるといいですかはい。暴飲暴食をした時って、基本的におかずいっぱい食べてると思うんですよ。ごちそうを食べる。ごちそうだから食べすぎちゃうわけですよね。 ね、いろんな味があったり、こうね、あとは、まあ、暴飲暴食の中にお菓子ばっかり食べちゃったとか、暴飲暴食をしたときは、基本的に、ご飯よりも、それ以外のものが増えていると思うんです。そうしたら、リセット方法は、それ以外のものを減らして、ご飯を中心にする。っていうことですね。はい。その時に、ご飯とお味噌汁を組み合わせて。まあ、言うなら、ご飯と味噌汁というシンプルな食事。 を中心にするっていう感じです。何日ぐらい暴飲暴食をしてしまったのか。はい。例えば、3日続いて暴飲暴食しちゃったなって言ったら、3日間ご飯、味噌汁生活してみてください。はい。まあ、あと、暴飲暴食した時に体重が増えてしまう方は、普段食べる量が少ないか、または食べ過ぎた時減らすっていう調整法をしてる人は、暴飲暴食した時すぐ体重増えるんですね。 いつもしっかり食べてると、防飲防食してもそんなに増えないんですよ、体重。いつもいっぱい食べてるからです。いつもいっぱい食べてると、いっぱい食べるのに体の消費が合わせられているので、太りにくいんですね。で、えー、防飲防食して太りやすいときは、基本、えー、食べる量がすごい多いというよりも、おかず中心になっていることの方が、えー、問題であると思ってください。 はい、というわけで、リセット法は逆のパターンにするご飯と味噌汁です。はい、えー。周りにもおかずを少し減らして白米2合と味噌汁食べるのをおすすめだよって話すと、そんなに食べると太るよって言われて、まだまだ信用されません。そうなんですよ。本当になかなか信用してもらえません。あのー、セミナーとかしてですね、90分ぐらい理論説明して食べ方説明して、皆さん わあ、すごい、ご飯っていいんですね。いや本ほんと、目からウロコですって言われた後に、え、でもそれやって太りませんかって聞かれると、ちょっとこう、ずっこけそうになりますけども、そのぐらい、ご飯って太るイメージがもう、染みついちゃってるんだなーっていうのは感じます。ですので、うん、これはですね、もう自分が実践して、実証してみせるしかないですよ。それが一番の説得力ですから。はい。まあ、私はいつも、 そう言ってガツガツご飯を食べてよく噛んでますよ。はい。それで、こうね、保ってますっていうのが一番の説得力かなと思っています。はい。えー、ペロコさん。ご飯を前より食べてるはずなのに体重は変わらずお腹は前より凹んだのかなという感じです。不思議ですよね。そう。体重だけ見てるとわかりにくいんですけど体の中のバランス、密度とか質が変わってきてるということなんですね。 はい。なので、ただただ体重を減らすことを考えていると、大事なもの、体の中の大事なもの、えー、筋肉とか骨とか水分とかを減らしてしまう可能性があるので、これはね、もったいないっていうところですね。はい。えーと、おや、応募リンクが記入できないということで、え、どこから応募したらいいんですか <laughs> はい今応募先をお知らせするそうなのでちょっとお待ちくださいはいえー、泡の娘さん果物の質問ありがとうございました量に気をつけてうまく付き合っていきたいと思います、えー、お米はダイエットで10年以上口にしていませんでなんと太るというイメージが頭に染みついていてこんなに食べてよいのかと怖くなることがありますでも体が元気になるにつれ 大丈夫だと実感し始めています。引き続き続けていきたいと思います。よかったです。そうですね。やっぱりもう、こう、ずっとそうやって思ってきたものの考え方を変えるってすごい難しいことだと思うので、あの、本当に無理のないようにうーん、じわじわやってみていただくといいかなと思います。で、もし何かうまくいかないことがあって、心配だなっていうことがあったら、 えー、ちょっと私の動画とか見てみていただけたらと思います止まってますかこれ今配信にちょっと データが。これですね。大丈夫ですか？はい、良かったです。すいません、えー、映像に乱れがあったそうです。はい。えー、あ、近藤好美さん感触が非常に多かったです。あなるほど。そうですね。 あの、ご飯を食べる量が減ると腹持ちが悪くてすぐお腹すくので感食欲しくなっちゃうんですよね。なので、えー、ご飯。まあ、そういう時があってもいいんですよ。人間だものって。あのー、ね、多少乱れる時があったり、ちょっとこう、太りやすいようなものばっかり食べちゃうことがあったって大丈夫です。もう、その後リセットすればいいので。というのが私の発想ですね。 なので、まあ、旅行行った時とか何かちょっとこうお祝いでこうねみんなが集まるような時なんかは基本的だし細かいこと何も考えずその時食べたいな美味しそうだなと思うものをもう遠慮なく食べています。でその後、ご飯、味噌汁生活してリセットする。っていうそんな感じで。 これ食べたら太るかなって思わず、あ、これ食べても、もし太ったとしても、後でリセットすればいいやっていう、今を楽しもうっていう、そんな感じでやっています。はい。あの、皆さんも、ちょっとした体重変動に、こう、一期一意したり、増えた時、わーって思うんじゃなくて、その後の、そう、対処方法を知ってれば、まあ、いいかって、安心してできるんじゃないかなと思います。 えー、メコさん。あ、はい、そうそう。あの、先ほどの体質改善ブレンド自体にもともと冷えが入ってますので、うん、まずはそれ食べてみていただいて、で、あの、雑穀、美味しく食べられるブレンドが一番いいです。はい。えー、ペロコさん。友人は週1日断食と糖質制限で体重を週1キロペースで落としているそうですが、健康的な落とし方ではないですよね。 まあそうですね。私はあまりおすすめはしていないんですが、うーんまあいろんな経験から、そうですね。これずっとやってると多分ね、体調とかすごい悪くなっちゃうと思うんですよ。ですので、まあでもそれも一つの経験として、で、それからちょっとこう気づいた時にちょっと教えてあげてください。やっぱり自分がいいと思ってやってることを、その時に人から言われても、なんか 否定されたような気がして、なかなかこう、人の話を素直に聞けないなんていうことってありますよね。なので、まあ、そういう時には、あの、もしうまくいかなかったら違う方法を伝えたいからとか言って、ね、そういった時に、ちょっとこう、困ったなっていう時に助けてあげられるといいのかなと思いますね。あのー、そうなんですよ。投資制限すると、うん、あのー、体温差があったりとか、あとは、 お肌がすごい乾燥したりとか、ちょっと精神的に不安定になってイライラしたりとか、そういうことが起こりやすいのでうん、ちょっとこう見守ってあげて、ね、あのー、うまくいかなくなった時に、ちょっとこう、ご飯と味噌汁といいよってお伝えしていただくといいかなと思います。はい。えー、近藤良純さん、食べる量を減らしたけれど、なかなか戻らなかったです。逆効果ですね。 そうなんですよ。減らしたら、その時食べるもの入ってくるのが減ると、食べ物の入った分も体重ですからね。それが減ると体重落ちたかのように見えますけど、出が悪くなったり、便通が悪くなったり、あとは減らすと消費も落ちますから、結果ね、あんまり体重とか落ちにくくなっていくんですよ。なので、ね、食べるのを減らして調整するっていうのは、ちょっとね、もったいないんで、 おすすめは、その後ご飯と味噌汁を食べて押し出すっていう方法ですね。はい。えー、そして、なこなこのナイロさん。一日のご飯の量の割合ですが、朝は多めで夜にかけて少なくしていった方がいいですかうんとですね、まあ、これも夜の食事が何時頃なのか、寝るまで何時間あるのかっていうところにも、 夜の食事が遅かったり、寝るまでの時間が短い時はですねあの、胃に食べ物が入った状態で寝ることになるんですよ。そうすると、消化の悪いものを食べていると、えー、太りやすいし、えーと、胃もたれとかが起こって、翌朝もたれとかが起こるので、夜が遅い時、あとは寝るまでの時間が短い時ほど、 おかずを減らしてご飯中心にするっていうのをおすすめしています。はい。なので、うん。まあ、自分のその食べるタイミングとかにもよりますね。えっ、ー、と、どっちかっていうと、ご飯とおかずの割合を変えるという、ご飯の総量を変えていく。で、えー、夜が遅い時に関しては、おかずを控えるをおすすめしています。はい。 ウォタロさん、質問です。ユキさん、食事にどのぐらいの時間をかけますか私は30分ほどかけて食べますが、早食いの人と食べるときは待たせてしまって申し訳ないです。そうなんですよ。周りの人早いです。30分ぐらいは本来かけてほしいなと。あの、私は今、えー、最低20分かけてくださいねって言っています。5分10分の人が早いの、多いので、早すぎるんですね。あのー、30分ぐらいはかけてほしいですね。 しっかりした定食だとゃあ30分以上かかるんで、もうあの、私は、昔は待たせて申し訳ないなーっていつも思ってたんですけど、もう今は私がお手本ですというぐらいで、あの、遠慮なく自分のペースで食べるようにしています。よっぽど時間がない時以外は。はい。え前は朝胃もたれがすごかったのですが、6対4で食べ始めてから胃もたれしにくくなりました。 そうなんです。丸城さん、いいコメントありがとうございます。そう。ご飯をしっかり食べると、あのー、胃が元気になって、消化力も上がるし、もたれなくなるんですよ。これがですね、一番太りにくい体づくりの基本なんですね。食べる量じゃなく、消化力の問題なんです。太るかどうかっていうのは。なので、そう。ご飯、特に、あ、そう。 最初の方でお話しした朝起きた時に食欲がなかったら無理して食べないでねって言ったんですけどそういう人は大体夜の食事に問題がありましてもたれる夜ご飯を食べてるんですなのでそういう人はえーこうね夜そうですねしできれば1週間ぐらい夜ご飯をご飯味噌汁だけにしてみると朝の調子ガラッと変わると思いますね うん。まあ、すでに、丸白さんは調子良くなってるんで、OK です。周りに朝食欲がないっていう人がいたら、夜ご飯の見直しをお勧すすめしてみてください。ペロコさん、妊娠希望の人なので、投資制限は少し不安だなと感じた。そうですね。この前寒いって言ってたの、ね、もし、迷った時は、そう教えてあげてください。えっ、ー、と、妊娠希望だったら、なおさらですね、あの、冷えはすごく妊娠しにくい。 体内環境なので、あの、ご飯と味噌汁食べてポカポカしてほしい。うんですね。そうなんですよ。本当に、えー、そういう方ほどちゃんと食べてほしいなっていうのがあります。えー、香りさん、一口何回噛めば良いでしょうそうですね。えー、何回ではないんですね。米の場合、甘みがなるまで、甘みが出るまで、甘みを感じるまで、 噛んでみてください。何回噛んだら甘みが出るのかも含めてちょっとこう気にしてみていただくといいかなと思います。あの噛む回数を数えてると楽しめないんですよね、食べるのを。ちょっとこう修行みたいな感じになってしまうので味覚を意識するっていうのがポイントです。はい。特にお米は甘みが出るまでですね。まあ、あの数を数えるとしたら最初の一口目は よく噛む。特によく噛む。最初の一口目だけはですね、100回ぐらい数えて噛んでいただくといいなっていう感じ。100回も噛めるのかって思ってる方も多いかと思うんです。100回噛むってどんだけっていうのをちょっとやってみてください。はい。まあ、あとは、数じゃなく味わうです。はいで。基本的に味が濃いと咀嚼が減って早食いになるので、えー、おかずだけ食べるのではなく、 ご飯味のないご飯とおかずを組み合わせて食べるっていうのをやって甘みご飯の甘みがポイントです。はい、えー、上太郎さん、魚太郎さん、回答ありがとうございます。えきゅうさん、強いですね。強いですかえー、どの辺が <laughs> はい、見習ってください、まあ。そういう意味では、そうですね、えー、体力もあるしうん、体調崩さないですね。 あとメンタルも強いですね。はい、米の力だと思っております。はい、あーカンナップさん質問に答えいただきありがとうございます。いえいえとんでもないです。はい、えー、はい、ではあ百子さんありがとうございます。ご飯と味噌汁の組み合わせってどうしていいのでしょうか。 そうですね。これはいろんな理由があるんですけども、一つはですね、一番わかりやすいというか、理,理論的にお答えするとしたら、お米の中にタンパク質入ってるんですね。でタンパク質入ってるんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと、えー、成分的に足りない部分があるんですよ。お米のタンパク質は。タンパク質って言えば肉って感じしません肉のタンパク質が100点だとすると、 お米のタンパク質は65点ぐらいなんですね。このちょっと足りない部分を補ってくれるのが大豆の存在で、大豆はこの米に足りない、こうね、かけてる部分をくく一緒に食べると補い合う関係なんですよ。なので一緒に食べると、えー、すごく栄養的にバランスが整うっていうのが一つですね。 であとは、まあ、お味噌汁と合わせると体温を上げる効果もすごくある。ちょっとこう今度意識してみてほしいんですけど、ご飯だけで食べたとき、みそ汁でただけで食べたとき、一緒に食べたとき、体のこのポカポカ具合違うと思うんですね。まあ、そんな、えー、体温上昇効果っていうのもそうですし、えー、とあとはですね、お味噌汁って大体こう具材が入りますね。えー まあ、野菜とか海藻とかキノコとかいろいろ入ると思うんですけど、どっちかというとこう食物繊維が取れるような食材が結構入ってきます。で、まあ、それをご飯と一緒に食べると、お米はやっぱりそれだけで食べると、やっぱり血糖値が上がるか上がらないかって言ったら上がるわけですよ。それを緩やかに上げるためには食物繊維の存在が重要なんで、まあそういう意味でもお味噌汁と一緒に食べるといいですね。はい。 えー、そんなわけで、えー、はい。ちょっとですね、このご飯と味噌汁の組み合わせ、いいことだらけ。ということで、ぜひやってみていただきたいです。はい。ボーカナさん、お米ダイエット始めたのですが、がどうなんでしょうかはい。そこが気になる。えがっていうことは、うまくいってないのかなはい。うまくいってないとしたら、何かうまくいってないポイントがあるはずなので、そこをこうね、ちょっと、 調整すするととうままくくいいいんじゃないかなか思いますカンナップさん生野菜って冷え性になりやすいって聞くのですがやっぱりそうなんでしょうかうーんとまあ全部の野菜っていうわけではないですね。まあ、体を冷やしやすい野菜とそうじゃない野菜がありますので、まあ、その中で言うと分かりやすいのは夏野菜は体を冷やしやすいものが多いです。 なのでうーんと夏野菜はやっぱ夏食べる野菜なんで冬は夏野菜食べちゃいけないわけじゃないですけど食べ過ぎないようにしてくださいねっていうそんなあやっぱ季節に合った野菜を食べるっていうことですね、まあ、でも例えば夏野菜の代表であるキュウリとかトマトなんかは一、まあ、年中あってサラダではやっぱ一年中食べると思うので食べちゃダメとは言わないんですけど トマトダイエットとか、ま流行りましたけど、それはおすすめじゃないなっていう、そんな感じですかね。で、あとは、生野菜って基本的に冷たいじゃないですか、物理的に。物理的に冷たいものばっかり食べると、あのー、そうですね、内臓は冷えやすいですね。はい、これは物理的な話です。っていうのと、もう一つは、野菜はカロリーほとんどないわけですよ。 ほぼほぼ水だし。はい。で、エネルギーにならない食べ物なんで、そういう意味では体温が生まれにくいんですね。野菜ばっかり食べてると。なので、冷え症になるのかっていうよりも、体温上がらないから、これはもう、まあ、そういう意味では、冷えにつながるかなっていう、そんないくつかの観点があると思います。はい。生野菜イコール冷え症ではないんですけども、 まあだから、ちゃんと体温になるものと一緒に食べるとか。はい。まあそんなところかなと思いますが、私自身は生野菜サラダはそ,そんなにしょっちゅう、日常にはたあんま食べないんですよ。お家で自分ではサラダあんま作らないです。たまに。はい。まあいい野菜があった時にちょっとこう作ったりとかはしますし、外で美味しそうなお野菜のお店でサラダ食べたりはするんですけど、 日常食ではそんなに、えっ、ー、と、食べておりませんが、サラダは大好きです。はい。はい。えーと、応募フォームについて、えー、ご案内が入っております。ご迷惑をおかけしております。応募フォームについては、概要ページにリンクがあるそうなので、えっ、ー、と、概要ページというのは、今映ってる画面の、えー 下ですすか概要ページについいて案内のコメントをお願いしまボ、はいえーカナさん途中になってしまいましたお米ダイエット始めたのですがどうしても甘いものが食べたくて太ってしまいました授乳中ということもあり睡眠不足とストレスで暴飲暴食が止まりません ああ、授乳中なんですね。えーとですね、甘いものがどうしても食べたいっていうのはですね、おそらくエネルギー不足ですね。お米の量が足りないと思います。はい。えっ、ー、と、授乳中ってもう結構エネルギーすごい消費してるんですよ。もうすごい量、ね。 母乳を作り出すって大変なことなんで。なので、うん、多分ですね、お米ダイエットって書かれてるから、痩せたくてお米食べてる。って言うと、いっぱい食べると太るイメージで、ちょっとこうご,、ま、ご飯控えたりしてるじゃないかなという想像です。というと、 えー、結果的にご飯食べてるんだけど、本当に必要なとこまで食べてないから、体がエネルギー足んないよって言って、甘いものが食べたくなるんですね。まあ基本的に甘いものが食べたいっていう、甘いもの欲しいっていこの感覚は、えー、エネルギー不足のサインだと思ってください。なので、甘いもの食べた時はご飯の量足りないんじゃないかなっていうのが一つですね。はい。まあ睡眠不足っていうのはね、どうしようも、 ないし、太りやすいっていう環境になってしまうんですけども、まず甘いものが食べたい、暴飲暴食が止まらないっていうのも含めて、ご飯の量ちょっと、もうちょっと増やしてみていただくと変わるかなっていう気がします。はい。えー、っと、カンナーアップさん。えー、お答えいただきありがとうございます。最近は味噌汁に 大根、人参、じんなす、ねぎきのこ類は必ず入れていますが、問題ないでしょうかそうですね、まあ、この中でいうとなすはどっちかっていうと夏野菜系なんで、まあ、でも、なすばっかり大量に入れるわけじゃないと思いますし、毎日なすばっかりじゃないと思うので、まあ、そんなに問題はないかなと思います。であとはですね あの、冷えやすいと言われる夏野菜とかも、味噌汁にすると冷えの影響は少なくなると言われてるんですよ。これは、まあ、温めて食べることによって、その効果を弱めるっていうのもありますし、味噌が、あの、温める効果が強いっていうことも含めてありますので、はい。 ちょっとそんなとこなので、そんなに心配しなくて大丈夫かなと思います。大根とか根菜類はどっちかっていうと温める力が強いお野菜ですのでね。そういう温める作用のものと組み合わせて食べるっていうのも冷えにくい食べ方、野菜の食べ方になります。えー、応募フォームのご案内が来ました。えー、いろいろ段取りが悪くて申し訳ありません。えー、ゆきよチャンネルのトップページを開いていただくと、 概要というところがありまして、そこを開いていただくと、えー、リンク先があるそうです。リンクっていうところで、はい。11月14日抽選会応募フォームというのが出ているそうですので、はい。そちらからご応募ください。分かりにくくて申し訳ありません。はい。えー、事務局さん。 よろしくお願いします。<laughs> はい。では、引き続きコメントに答えていきたいと思います。えー、あ、鈴木さん、ご無沙汰しております。なるほどと、納得いただけたようなコメント嬉しいです。ありがとうございます。えー、ペロコさん、私は昔授乳してた時、1日ご飯3合は食べてましたよ。でも授乳で痩せてました。そうなんです。授乳期、ご飯しっかり食べてると、3合太りない。 はずなんですよね。なので、はい、ご飯の量が足りないんじゃないかなと思う。そうです。えー、私、普段、一般の方に1日2号運動をしてない方、2号なんですね。なので、妊娠期でこう、ね、赤ちゃんが、特に妊娠後期、赤ちゃんが大きくなって消費が増えてる時とか、授乳期なんかは2号じゃ足りないですよ。はい。あのー、3号ぐらい食べても全然大丈夫です。